はい、ということで始まりました一日密着動画ということで、今回は何グループのリーダーである僕の岩田の一日を見ていただければなと思うんですが、僕はね、時々ね、都内に行くことが週 1,2 回ありまして、で今日はその日で、だからスタジオに行かないんですけど、なんかその日の一日をちょっと撮ってくれと言われたんで、ちょっと Vlog テイストでね、ちょっとおしゃれな感じで回してるんですけど、こうやってね、なんかコーヒーなんてこう引いちゃってね、でこれ使ってるのが無印良品の豆から引けるコーヒーメーカーっていうやつなんですけど、こう豆を入れて全自動でコーヒーを作ってくれるということで、コーヒーを引く時の匂いが好きなんで、そういう面でこう豆から引いてくれるといい匂いがするじゃないですか、っていうのでなんかいいなと思って買ったんですけど、はい、まあコーヒーを入れてる間にね、こうやってちょっと着替えをして、これも上脱いで下脱いで、もパン1ですね、これで。あとコーヒー僕ブラックの飲めないんですよね、逃げーじゃんっていう風に思っちゃうんで、ガムシロとミルクを1個入れるっていうのが僕なんですけど、はい、いつもはねリュックとかも使わないんですけど、この日はパソコンとかも持っていかなきゃいけなかったんで、ちょっと重かったんですけど、早速行ってきましょう。これがなんかすごいリアルって感じがしますよね。JR 津田沼駅昼頃のリアル、お年寄りが多いですね。で、この時はなんかグループでクレジットカードがあるんですけど、それで作ったこのピタカカードっていうので、そのままグループのクレカで決済されるという優れものですね、これは。チャージしてください。使えなかったっぽいですね。で、自分のスイカで行ったんですけど、これが420円ということで、これは降りる前にちゃんとチャージしないと、ピーってなっちゃってめっちゃ、嫌な顔されるっていうのになりかねないですからね、気をつけないと。でちょうどタイミングで電車が到着したので、ちょっと急いでますね、これ。でこうこの階段降りた付近はやっぱ混んで座れなかったりとかするんで、僕はもう乗れるとしても走って遠くまで走りますね。これはもうなんかちっちゃい頃からの性格というか、でこれも座れるんで、だいたいどこ行くにしても津田沼からだと1時間ぐらいで都内にはかかるんですけど、まずはね渋谷駅に向かいました。こう新南口だったんで結構遠かったんですけど、これ1時間経ってね、ちゃんとチャージしてますね、これ偉いですね、忘れてなかったですね。でまあ僕は結構チャージするときは一気に入れちゃいますね、めんどくさいんで。はい、5000円入れたっぽいです。で、最初の予定はランチということで、渋谷駅近くにあるマットコーヒーというカフェで、今座ってる先輩ですね。と、まあ、ランチをするということで、まあ僕はタコライス、先輩はフィッシュバーガーを食べて、とても美味しかったです。で先輩がこの YouTube 関係の仕事をしているということもあって、まあ、主になんかグループの相談事を僕はしてましたね。加藤をマネジメントしようというよりも、だったら自分でやっちゃおうってなんですよ。わかります。でも多分須藤君の仕事量が多かったらそんなこと思わない、自分でやってる時間ねえから。でも振って同時並行で全部進めないと間に合わない状況だったら、確かに。いやもう強引にでも振った方がいいですかね。
まあ、サブの任された仕事を加藤がやらなくて、でそれをマネジメントするぐらいだったら須藤が自分でやっちゃうよっていう問題についてちょっといろいろ聞いてましたね。ちょっとリアルすぎましたね。遊びに行きます。あ、ぜひ。ポーカーしに行きます。まあ先輩と別れて次は、有楽町に向かいました。で、向かってる最中に発覚したんですけど、実は有楽町じゃなくて神保町だったということで、まあ、急遽、まあ、JR の最寄りの神田で降りて、まあ泣く泣くタクシーに乗って向かってますね。もうさすがにタクシー代はもう交通費で経費で落ちないんで、これはもう自腹ですね。で、なんかタクシーに忘れ物があったんで、運転手さんになんか忘れてますよって言ったら、食べ物なんでもう持ってっちゃってくださいっていうことを言われて、どら焼きをゲットしましたね。向かった先は無人島プロジェクトっていう、僕らが無人島をやった時にお世話になった方にお会いして、ちょっとこの先は詳しく言えないんですけど、まあいろいろと打ち合わせをしてっていう感じですかね。で、その梶さんのやられてる東京プロデューサーズハウスというシェアオフィスで2時間ぐらいお話をして、で、なんか無人島の本を出されたということで、それもいただいて、で、なんかそれと並行でやってるシェアハウスの現場を、なんかちょうどそのシェアオフィスの上にシェアハウスをやろうとしてて、で、それを今本当に作業中なのを見せてもらって、あ、で、その帰り際にお土産を渡して一緒にどら焼きを食べました。言わずに言ってくれたよ、だから、ね、めっちゃ買ってきてくれ。あ、じゃあ一緒に食べよう。あ、いいっすか。ああ、しかもなんかすごく立派な、ちゃんとしたな。多分マダムが買ったやつだと思うんですよね。いや、立派などら焼きですよ。で、この話はちょっといつかね公開できるかなと思うんですけど、いい話ができました。で、続いては、麻布十番に向かって、とある業界の関係者の方々と、少しお話をして1時間半ぐらい話した後に、その方の奥さんのやられてる居酒屋に行って、皆さんとお酒を飲みました。こんばんは。うちの妻です。あ、ようこそ。はじめまして。素敵な名前。これ紅茶が通してる。紅茶。来てるお母さん目線。紅茶。はい、まあ僕が髪を染めない一番の理由はこういうところですかね。偏見をこう持たれないというか、僕が窓口になることも多いんで、そこで損しないように。で、まずはビールで乾杯して、でいろいろこう、マジで飯がすっげーうまかったんですけど、カメラをね撮ったんですけど、多分酔っ払ってて全部写真になってて、飲んでる時のこの話とかがないんですけど、まあ、ちょっと唯一なんか残ってるものだけをお見せしたいと思います。これがね、もうすぐ、おーすごい、あー混ざってる、上手やん。うまい、うまいわ。これ韓国のマッコリらしくて、めちゃめちゃ飲みやすくて美味しかったです。で、次焼酎なんですけど、ついこの間一緒に飲んで、住友林業の会場に、超大物じゃないですか。超大物すごいよくしてくれて、奥さんので、なんかいろいろ、まあ本当いろんな話ができて、めちゃめちゃ飲んじゃいましたね。だいぶ酔ってましたね、この頃は。で、の次10時頃まで飲んだ後に今度もう一軒だけ飲んで帰るっていう予定ですね。はい。で、六本木にやってきて、いつも本当によく飲みに連れてってもらってる先輩と C 社を吸いに行って、僕初めて C 社吸ったんですけど、なんですかね、これタバコ吸ってないからよくわかんないですけど、でもちょっとなんか心地いい気分になったりして、こうまったりした時間を過ごせましたね。
まあ、いろんな本当にいろいろ話が盛り上がりすぎて、まあ、タクシー代出すからもうちょっといろよっていう感じで、でまあでもさすがに遅くなりすぎたんでちょっと早めに抜けさせてもらってタクシーで千葉まで帰るということで、これがもう僕の一日ということで、普段はこんななんかいろんなとこ行ったりせずただスタジオ行って家帰っての日々なんですけど、東京行った時はなんか、まあ、ちょっともったいないんで無理やり予定詰め込んだりしてやってますね、いつも。